作家です。今日の企画、家族にいろんなドッキリ仕掛けてみたということで、ケイタが今パソコンでゲームやってるんですけど、でイヤホンしてるんですけど、そのイヤホンをね、このハサミでちょん切っていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。レッツピース。ザコザコザコ、俺は死ねよ俺が一番だよ無駄無駄無駄どけどけ、死にてやってるやってるヘッドショットだぜウケるウケる、こいつらマジ弱えぜはい、いけ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 、こいつら弱すぎだろ。あれ、おい、マジ仕方ないわ、俺の大事な医療法だぞてめえこの野郎、どうすんだよ。ごめんごめん、ちょっと待って、落ち着け落ち着け、待て、どうすんだよ、まあ、落ち着け、おい、新しいエアポッツあげるから。え、いいの、うん、やったー、なんてね、これはパパのだよ。お前にはほら箱でもやるから、ゲームなんかやめて勉強しとけ。おわ、いい音だわ。セイザー。ああ、俺も辛いよ、動画のために息子のイヤホンを切るなんて。じゃあ次は大工の服をビリビリに破いていきたいと思います。お、寝てる寝てる。大吾、大吾、どうしたんだ大吾。あ、何これ、ちょっとあなた、これ何よ、これごめんごめん、落ち着けないから。ほら待って、これこれほら、これ長袖のボーダー買ってきたの。え、寒いでしょ。うん、寒かった。ほら、嬉しい、ありがとう。ちょっと着てみてよ。うん、ありがとうか。なんてね、これは浮気相手のルナちゃんにあげるやつなんだ。はぁ、ルナってまさかあの家政婦のルナか、うん、ふざけんな、あいつとできてたのかてめえ。まあ、これ縫えばまだ使えるよ。じゃ、デート行ってくるわ。ふざけんなぁ。大根怒ってたな。俺も辛いよ。じゃあ次は、ケイタのパソコンを壊しに行きましょう。はは、楽勝だぜ。こいつら弱すぎだ。チートでも使うか。俺はチーターだからな。ハハ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 ハ、こいつら雑魚すぎだろ。ま、俺が強すぎるだけかなんつって。ハハハ、余裕だぜ。ハハ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 。いいの？やったー、うん、なんてね、これはパパのだよ。ほら、お前は箱でもかぶって遊んどけ。ふざけんなー。はぁ、心が痛すぎる。じゃあ次は、あいつら今ケーキを食べてるんですけど、最後の一口を俺が食べちゃいたいと思います。いやー、さっき二人ともタッカにひどい目に遭わされたわね。そうだな。ま、ケーキでも食べて元気出しましょう。うん、じゃあ僕から食べるね。うん、よいしょ、おいしそう。うん、まあまあ私も食べるね。よいしょ、よいしょ、うまい、いただきます。あーん、うーん、熱い、うめえな。最後の一口ね。じゃあこれはじゃんけんで勝った方が食べましょう。へへ、望むところだぜ。じゃんけんぽん、イエーイ、勝ったちょっとどっか、最後の一口何だ
べてんの。うわなんだのやってくの。最後の一口楽しみにしてたのに。おい開けやがる。待て待て待て、どうすんのよ。おお、俺のケーキ買ってきたからみんなで食べよう。なんだ、もうそれならいいわよ。よし、早速いただこっか。よっしゃ、いただきまーす。なんてね、このケーキは俺一人で食べるやつだよ。ゼラおじらといて言ってでしょ。起きなさい。もうこの時間かよ。完全に寝坊だ。ダメ。ゴース。次回マナル隊の休日に密着。チャンネル登録して待っててね。楽しい歌、楽しい歌、いろいろあるけれど、どちらかというとこの歌は楽しい方かな。サンバー。